アインシュタイン方程式。一般相対性理論におけるアインシュタイン方程式。アインシュタイン方程式は万有引力、重力場を記述する場の方程式である。アルベルト・アインシュタインによって導入された。アイザック・ニュートンが導いた万有引力の法則を強い重力場に対して適用できるように拡張した方程式であり、中性子星やブラックホールなどの高密度。 大質量天体や宇宙全体の幾何学などを扱える。一般相対性理論によれば、大質量の物体は周囲の時空を歪ませる。すなわち重力とは時空の歪みであるとして説明される。その理論的な帰結、骨子となるのが次のように表されるアインシュタイン方程式である。左辺は時空がどのように曲がっているのか時空の極率を表す。 気化学量であり、右辺は物質上の分布を表す量である。大雑把に言えば、星のような物質、またはエネルギーを右辺に代入すれば、その物質の周りの時空がどういう風に曲がっているかを読み取ることができる式である。空間の歪みが決まれば、その空間中を運動する物質の運動方程式、即地線方程式が決まるので、物質分布も変動することになる。 左辺のはアインシュタインテンソルと呼ばれるは宇宙定数であり、この項は宇宙項と呼ばれるはリッチテンソル、ファスカラー極率であり、どちらも時空の軽量テンソルの微分で書かれる幾何学量である。つまりアインシュタイン方程式は軽量についての連立便微分方程式の形をしている。右辺のはエネルギー、運動量テンソルである。係数は アインシュタインの重力定数と呼ばれ、ニュートンの重力定数との関係にある、は、円周率、は高速。アインシュタイン方程式の両辺は4次元二回、対象テンソルであるから、成分ごとに分解すれば10本の独立な方程式が得られる。このうち4本は、エネルギー保存則と運動量保存則に対応する、ものであ、の空間成分に関係する。 残りの6本の方程式が、時空の運動方程式に相当する。これらは時間微分2回の変微分方程式6本、あるいは時間微分1回の変微分方程式12本、であるが、座標の選択の自由度、ゲージの自由度が4つ、保存則を満たしながら、時間発見を行うための高速条件が4つあると考えれば、たとえ真空中であっても1回の微分方程式4本、2回に、 直せば2本の自動が残る。この自由度は、時空の歪みを周囲に、波として伝える、重力波のモードが2つあることを意味している。ビアンキの第二高等式から、L イコール、H イコール、A と置いて、縮約を行うとこの式に、基本軽量テンソル G を掛け合わせると、軽量条件、または、リッチの補定理フォーミュラ4からとなる。ここで常識の確保についてとなることから、 常識からを得る。したがって、アインシュタインテンソルの添え字を一つ上に上げたものをと、すると、その発散フォーミュラ10についてが成り立つ。アインシュタインの1916年のオリジナル論文には含まれておらず、アインシュタイン方程式はの形で書かれていた。アインシュタインは、1917年の論文で、方程式に宇宙項を加えての形に書き換えた、は、宇宙定数を表す。 宇宙港は政府の符号によっては重力に対する反重力、万有積力として機能する。アインシュタインがこの港を導入した理由については諸説あるが一般に有名なのは彼自身が信じる静止宇宙モデルを実現するためという説である。1917年論文の宇宙モデルは重力と宇宙港による反重力とが釣り合う静止宇宙だった。当時、 宇宙膨張は発見されていなかった。しかしこのモデルは不安定であり、わずかな節動で膨張、または収縮に転じる、静集中とならない性質を持つことが後に、アレクサンドル・フリードマンにより示された。1929年にハップルが宇宙の膨張を観測的に示した後、1931年にはアインシュタイン自身により、 人生最大の過ちとして消去された。しかしながら、近年の宇宙のインフレーション理論や素粒子、物理学との関連の中で、宇宙港に相当する積力を再び導入して考えることが通常行われており、むしろ重要な意味を与えている場合がある。観測的宇宙論において、宇宙膨張を加速させている謎のエネルギーとして、ダークエネルギーが提案されている。 ダークエネルギーは方程式上では宇宙光である。エネルギー、運動量テンソルが自由空間中の電磁場のみに由来する場合、すなわち電磁テンソルを用いて以下のように表せるときこれを代入したアインシュタイン方程式はアインシュタインマクスウェル方程式と呼ばれ、宇宙定数を含む形式では以下のように書き下せる。また、これに加えて、 電磁テンソルは自由空間における共変形式のマックスウェル方程式を満たすことも要求される。ここで、セミコロンは共変微分を表すものとし、角角庫は反対消化を表すものとする。これらの式は二形式について、一つ目は4発散が0であること、二つ目は外微分が0であることをそれぞれ示している。二つ目の方程式から、 ポアンカレの補題によりある座標チャートにおいて、電磁ポテンシャルを以下のように導入できることが従う。ここで、コンマは変微分を表すものとする。これを用いた方程式を、モヘン・マクスウェル方程式と等価として扱うことも多い。しかし、電磁ポテンシャルを対域的に定義できない対域的な解もありある。5. おさむき